よう、ジョーちゃん。こんなジジイをつけ回したなかなか男を見る目があるようだな。私は旅籠で生まれた。そこで働く母から父親の話を聞かされて育ったから、一目で分かって。そりゃ感動的だな。パパにハグしてほしければまず両手を挙げろ。絶対にないと言い切れるの？妹に誓ってねえな。そいつは俺が一番笑えない冗談だ。ひどいよ、パパ！おいおい、もうパパが嫌いになる年頃か？